行くよ。はい、じゃあエノキンの釣り講座始めたいと思います。今日やるのは手竿っていう、こう手で持つ竿ね。竿はこう手の延長っていうぐらいで手竿って言います。みんなが使いやすいように3メートル前後のものを使います。グラス竿です。安くてまあ使いやすいってことでグラスを使ってます。グラスの特徴としてはすごい柔らかい、柔らかい中でもこう先上肢って言って、こう先だけ曲がってるのが分かる。全体が曲がるのは同調子って言うんだけど、先だけ曲がる高調っていう固めの竿を使ってます。で、竿があって竿先のこのリリアところに糸を結んで、これが道糸で、浮きゴムをつけて浮きがついてます。糸がよれないようにくるくる回る重りとより戻しをつけて針がついてます。基本的な構造はこんな感じです。今あの川の安全を考えて、必ず川遊びの時はライフジャケットを着用するようにしてます。でちょっと簡単に着方をしてみたいと思います。じゃあリンちゃんとハヤト着てみてください。自分に合ったサイズのライフジャケを、ハヤトのはこう自前で着てますけど、チャックをしっかり締めて、大人はついてないのもあるんですが、子供用は必ずこういうふうに股下がついてます。これ股下外しちゃうとすっぽりと脱げちゃったりするので、必ず股下をしっかり留めるようにしてください。それでちゃんとこう各部をしっかりと締めるようにしてください。はい、 OK です。ほら、誰か溺れてるよ。どう、こう足やってみてどう？ここにすごい濁るでしょ、ね、まあこう濁らすとね、ここに魚がいっぱい来たりして、この中の虫とかを食べたりするんだけど、これって何だと思う？この濁りは何だと思う？汚い水。汚くない。これ分解途中の有機物って聞いたことない？だから栄養がね、川に流れて分解する途中で泥塊になって、それが沈殿してる。生き物が食べたりして分解するんだけど、多摩川の場合はそのちょっと汚れの度合いが大きいから分解しきれないですごい泥が残ってるね。だからみんながこう川遊びしたり、あの入ったりして泥を流すことによっていい影響があるんだ。みんなはいいことしてる、入ってね。わざわざ白い刺しに色をつけてる、ね、でも白刺しでも十分釣れるんだけど、連刺しの方がちょっとお値段も高くなってます。お尻をしっかりこう刺しを持ったらギュッとする感じで、お尻のところに針を刺して、背通しっていうんだけど、こうやってちょこっとだけ針先を出す。はい、じゃあちょっと立ってください。はい、糸の重さ、ここに重りがついてて、重りだけでこうスーッといくから、もうこの手首だけ
手首だけ使ってす。上流に長い距離を浮きを流したいからこの辺に浮きをポンポンでずっとこの竿を浮きと合わせて浮きと竿が合ってるの分かる？竿をこうやっていってずっとこういうふうに流す。そうするとさポンちょんちょんとくるから。で最後まで来たら必ず手を魚人間の手ってすごい熱いんで。手をよく濡らしてからこう竿をこう後ろに持ってくると魚が寄ってくるからで糸を持ってあげて追い川っていう魚がね、ちょっと待って針が外れてる。綺麗、うん、綺麗だね。で魚を軽く持ってはい、ここに入れてください。あとあ一応入れていったらほらすごい綺麗なの分かる？もう一回のオスほら綺麗2色ですごいいいオスしたほらでかい大物だった大きいね綺麗あと風強いなでかいこれ綺麗でしょ。どんな気持ち釣れたの？うんとねなんて言うんだろうね。うんとねしっくりくるね。お湯の練り絵をつけてしっかりと団子状に団子状にして今一個も吹っ込んでますけど全国各地に必ず河川には漁業協同組合があってこういう入漁券を発行してます。で禁漁期間もあったり禁漁の場所とかもあったりするので必ず漁協や自治体に問い合わせて漁券を買ったり子どもの場合大体免除されている場合が多いんですけれど大人はこういうものを買って入るようにしてください。もう妊婦さん卵いっぱいかかってオスはお化粧してます。どうしてお化粧してるの？オスとメスで分かりやすいようにするためメスと結婚するために
好意色で、このオスはかっこいいなとメスに思わせて、そう、だからだから、まあいいでしょう。そう、モテるためじゃん。モテるために綺麗に化粧してるんです。だから尻びれがすごい長くなるの分かってね。これどうして尻びれが長いと思う？はい、多分なんかメスのなんか卵を守るため。卵も産んだ卵がウイカは守りません。メスを促す。メスを促すじゃない。じゃなくこうやってメスが産卵する。しようとするときに尻びれでこう抱っこするような形で卵をこう産卵行動を促してあげて、尻尾でこうやって抱っこしてあげてお腹をこうやって押す。なんだよ。ハグするんだよ。何やった？で、あともう一匹釣れたのが、もう10月になるとこれ海に下っちゃうからね。海ウグイ、公海型のウグイと今マルタウグイと両方混じってるからね。ウイカはもう大体3歳で産卵したらそのもう死んじゃいます。3歳でね、もう一緒に1回しか産卵しないが今日のメインで釣れました。沼地をやっぱり釣るときはちょっと釣り方を変えて重りを重くして針も大きくしないと飲み込まれちゃうから、ね、これ口がでかいでしょ。ウグイとかオイカは流れた餌を食べるんだけど、沼地っていうのはそこにこうやってほら浮き、あの吸盤が見える下からね、吸盤になってて、そこにいるものだからそこを取んないとダメ。だからちょっと重りの重いものでミミズとかをつくとこういうやつがつる。これとかさっきの丸太もそうだけど、海のもの、海と川を生き生きする魚っていうのが今この辺が増えているのが最大の特徴です。はい、一番大きな要因っていうのはこの下流にある調布石っていう石を今後撤去する。それでアユのために5、6月倒してたんですけど、それを今はもう取水権もなくなったんでなくそうっていうことで、こう汽水から海に来やすくなった。でよりこう海と川の行き来するものが有利になって増えてきてる。で逆に今まで言った純淡水のものとかどん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 上に上流に追いやられちゃって、ちょっとここ10年15年ぐらいで魚種とか環境がものすごい変わってる。本来の姿なのかもしれないですけど、本来は双子あたりまでは割と汽水が上がってきて、堰がなければ海の水も差してくるようなところだったから、まあ、本来の姿に戻ったんじゃないかなとは思うんですけどね。本当にね、だからマルタみたいに川で産卵して海で育って帰ってくるもの、沼地は川で産卵して子供が海に行って子供が上がってくる。海と川を両方使う回遊してる魚っていうんだけど、ピンポン、そういう魚が今はすごい増えてきてます。ピンポン、どうだった？釣り楽しかったですか？疲れちゃった、はい、やっぱりこう釣りって楽しいねっていうことをみんなに伝えたいってことと、やっぱりその川に親しむ一番の手段、魚と触れる一番の手段だし、結構釣り道というか真剣勝負なんですよ。結構集中力いる。みんな飽きちゃってるけど、やっぱりその浮き糸、糸と針を通して魚と対話するっていうか対決するっていうことが未だにこう何十年経っても楽しんでやってるから、その一端でも子供たちに知ってほしいなって考えた。やっぱり環境を守らないと魚が釣れないっていうことが一番の、釣れない、なんで釣れないのかな、やっぱ環境悪化なんじゃ、自然破壊なんじゃない、環境悪化ないかなっていうことでこう保全活動を始めたことがきっかけで、今はさらにそれを次の世代に、なかなか期待できないですけど、この世代に伝えていきたいなっていうふうに思ってます。なんか浅い方に向かってんだぞ。やな。ありがとうの。同じ時間を共有するんだったら、私自分も親も楽しんじゃった方が、豊かに時間を有意義に過ごせるから、自分もやってみたい。
そうですね、なんか一緒にこうやってるうちにすっごい親の方が楽しくなっちゃったりとか、もう今日はもう釣れないけどもうちょっと釣ってみるかとかそういう風に一緒に楽しく盛り上げてやってます。子供の方が上手で悔しいなと思います、はい。